どうもアンミカのケニアです。ヒロシです。今日は何をするかのメンタルバン、何をすると思いますか。今日はね、男飯を作っていきたいと思います。イエイ。で、俺はパスタを作ります。はオムライスを作っていきます。前半後半に分かれてやっていこう。はい、ケニア君、ちなみに何のパスタを作るんですか。クリームサーモンパスタ。クリームサーモンパスタ、そう、名前が分かれへんの。やったことないから。早速やっていこうか。そうですね。今日は使う食材、これ小麦粉、豚しめじ、サーモン、パスタ、パセリ、ブラックペッパー、牛乳とバター。これフライパンって1個しかない。下のでっかいところに。ないよ。違う違う、あのコンロの下。コンロコンロコンロ。んあーコンロ、コンロ、ダメ。あぐらめちゃほっぴた。ダメだ。もう料理とか以前の問題だ。コンロ分かってるから。中ついたんは分かったから、ちょっと待って。誰もいないっすからね。じゃあなんか彼女に作ってって言われて作ってる感覚になりたいやん。あーまあいいよね。じゃあね、お湯をね沸かした間にサーモン焼いていきたいと思いますね。こういう風にドンっていきます。で、お箸で箸どこ新しいスタジオやから分からへんねん。箸でこうやって火つけてなと。焼くなら誰でもできない。こっからが一手間。バターを入れます。バターを入れるんですね。そう、バターを入れる時に要注意しやなかんのは、バターが跳ねるんで、これぐらい手に取って。はい、こういう風に言ってください。ミキ、ちょっと待って。ミキちゃん何歳ですか。今年で16になった。犯罪っすね。まあ、こういう感じですね。はい、美味しくバターで鮭を焼きます。美味しくなれ美味しくなれって。だからね、何でも美味しくなるんだよ。分かった。あ、そうしてる間にね、パスタが、じゃあお湯が焼き上がりました。ここにパスタを入れます。この時に注意してほしいのが、はい、赤信号は渡るな。パスタを茹でてる間に豚しめじを炒めていきます。じゃあここで初めて小麦粉が出てきます。はい、気をつけてね、それ。え、なんで。そう、危ないよ、包丁で。あ、そうなの。手切るかもしれないからさ、優しいな。当たり前じゃん。さすがは優しい。じゃあまたそんなこと言って。ちょ、なんでもいいけどさ、多くない。それしかなかった。あ、そう。あ、コンソメ入れちゃうんすか。もう、はい、はい、もう、はい、かき混ぜるんだよ。ちょっと失敗の香りが。じゃあ最後見てて、最後絶対うまくできるから。あ、じゃあ牛乳か。はい、牛乳。おー、すごくいた。おー、すごくいた。おー、すごくいた。牛乳。やばい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 。上から入れたら、あらららららら、あらららら。美味しくなるんですよ。まあ、こういう感じでね、ちょっと溶けるまで待ってください。気のせいか、若干焦げ臭い。視聴者に匂いまでは伝わらんねえから。それは言ったらあかん。そうね、ここ絶対使ったらあかんね。さけをここに入れます。あ、見て、この油、油分、さけの油分。うん、うまそう、うまそう。じゃあもうそろそろパスタ茹で上がったかなと思ったら火を切ってください。はい、火を切らないと火事になります。そして箸から蒸らします。こうやって切ってください。あた、あた、鉄板ですね。鉄板ですね。ある程度かき曲がったら、ある程度かき曲がったらブラックペッパーですね。ブラックペッパー、これが大事。鉄板ですね。ユキ、もうできるよ。ミキじゃなかった。あ、ミキか。ほら、え、これめっちゃ出来栄え良くない？美味しそう。で、最後にこうパセリ乗せて完成。ケニアの特製クリームパスタ。めっちゃ出来栄えな。いいかな。絶対うまいやろ、こんなん。食レポできやんけど。
どう？おい、料理得意かもしれん。うまい。やばい、じゃめっちゃうまい。欲しいわけないよ。めっちゃ前振りちゃってね。でもほんまにうまいよ。素人が作ったパスタなんだよ。そうやろ、びっくりするわ。そうやろ、美味しい。ごちそうさま。ゆうき、ゆうき、全部食べてしまったんだ、すまない。あ、ひろし、やっといて、次やっといて。こうやって包丁を使って剥いてあげると、タン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 ってやって居酒屋でテンションやってたんですよ。ということで一番目ですね、こちらができましたんでね。ソースに対して、うわ、めっちゃうまそう。